長栄海運帯ローエバーグリーンのコンテナ船。サンフランシスコ近海で、長栄海運は、中華民国のコンテナ輸送運送会社、海運会社。エバー航空などの物流企業を所有する、エバーグリーングループに属する。本社は、中華民国桃園県、足竹里。本部は、台北市中山区民生あず寺2段166号に、ある。 200隻以上のコンテナ船を運航し、東アジアとアメリカ西海岸の間を中心に、世界80カ国以上の240以上の港へ運航させている。2014年1月の時点で、マースクライン、MSC、CMA、CGM に次ぐ、世界第4位のコンテナ物流企業である。徴用海運は、海運業のほか、コンテナ製造や船舶の建造、 港湾運営、不動産業なども営む。子会社には、台湾の海運会社ユニグローリーマリン、英国市会社エバーグリーン UK、イタリアの海運会社イタリアマリッティマなどがある。2007年には、英国コンテナ船子会社の初マリン、イタリアマリッティマ、エバーグリーン、マリンの3社の路線を統合し、単一のエバーグリーンラインに改称した。 朝栄海運のコンテナの大多数は緑色に塗られ、白地でエバーグリーンと書かれている。コンテナ船も同様に緑色の船体に白地でエバーグリーンとある。冷凍コンテナは白地に緑色でエバーグリーンと書かれている。創業者、長久始発、日本名、長島おこり男は1927年に船員の産卵として 日本統治時代の台湾の台北州総合省で生まれ、南日本汽船株式会社で働きながら、夜間の台北商業実践学校を卒業後18歳で、台北本社の船舶部に転勤し貨物船の事務員として働く。日本の敗戦で、国民政府が日本船を接収したが、日本語しかできなかったため就職できず、独学で航海士の免許を取り、 地元船会社で3等航海士として働き、後には1等航海士となり、船長にまでなった。1961年に共同出資者と船会社、新大海運航士を設立し中古の貨物船一隻で、起業後、台湾発の新造船を持つまでに成長させ、1965年には別の共同出資者と中央海運航士を設立するも、丸紅を通じて購入した。 セントラルトラスト号の不調が元で揉め、同線と共に同社を離れて独立。マルベニの支援も得て、1968年9月1日に、朝栄海運を設立し、世界的な海運業者の一つに成長させた。1989年には、台湾発の民間航空会社エバー航空を立ち上げて、航空業にも進出し、台湾最大手の運輸企業グループに育て上げた。 2011年時点で個人資産16億米ドルとされる。1985年には超久差始発基金会を設立し、教育現場への道徳月間無償配布をはじめ、医療、文化面での社会奉仕も続けた。政治にも関わり、2000年中華民国総統選挙では沈水編を支持するも、2008年中華民国総統選挙では中国事業への配慮から、 中国国民党支持者に変わった。2011年の東日本大震災時には、個人名義で10億円を寄付するなど、長年にわたって、日体交流の促進にも寄与した。2012年春に、朝日、茂光明を受賞。2016年1月20日、88歳で死去した。エバーグリーンのコンテナロサンゼルス港のサンペドロ町へ、海運専用ターミナル。 イタリア・マリッティマのイタル・ウニベルソが着岸している1968年に朝英海運設立後、翌1969年に2隻目を購入し、中東航路に投入した。1970年代にはさらに船を購入し、東アジア大米艦航路に進出し、1974年にはアメリカ合衆国への航路を開設し、ニューヨークに事務所を置いた。 会社の転機となったのは1970年代のエネルギー危機であった。これにより、海運市場が急速に縮小したのをきっかけに、朝栄海運は在来線をコンテナ線に置き換える戦略を取った。1975年、東アジア、東南アジアと北アメリカの間でフルコンテナ線の定期航路を開設し、囲碁台湾のみならず、世界的にも大手のコンテナ線会社となった。 1984年にはコンテナ船では初となる世界一周路線も開設した。この路線は東向き及び西向きの双方向でアジアヨーロッパアメリカを結んだ。他のコンテナ船会社の子会社化も進めた。1984年には台湾のユニグローリーを参加に収め、2002年にはイギリスに初マリンを設立し、1993年には イタリアノロイドトリエスティーノを子会社とした。2002年には61隻のコンテナ船を運航し、グループでは130隻で40万 TEU の運送能力を有した。2008年には178隻のコンテナ船を運航している。2009年には世界経済危機の回復を見越して、さらに100隻建造することを発表している。朝栄海運の運航する航路は、 大きく分けて5つのサービスを中心としている。このうち最も運行が頻繁なのは、東アジアと北アメリカ、中央アメリカを結ぶ路線であり、日本、台湾、中華人民共和国、愛韓民国の各港と、アメリカ合衆国西海岸の港湾を大型コンテナ船で結んでいる。また、パナマ運河を経由して、カリブ海東部やアメリカ大西洋岸に向かう路線も、ある。 エバーグリーンの高尾港、コンテナターミナル世界各国にコンテナターミナルを有するほか、コンテナ積み替え用のハブターミナルを4つ保有している。詳細は、エバーグリーングループを参照バリ坂発は、朝営海運を設立して、成功を収めた後、経営範囲を拡大し、エバー航空、ユニー航空、朝英国際講師、朝英国際著運講師、朝英港、 ふとしかぎ講師、長英保全講師、朝英ソラクリア講師、朝英公共学団、エヴァーグリーンローレルホテルなどを設立した。ありがとうございます。